ロシア軍が黒海艦隊へと揚陸艦3隻を追加配備との情報をキャッチしました。今回はロシア軍がなぜ揚陸艦を追加配備しているのか詳しく見ていきますね。戦車揚陸艦ウルスクが撃沈したのもまだ数ヶ月前、現在黒海へと再配備が進むがキロ級潜水艦が厄介。ロシアによるウクライナ侵略が開始されて4ヶ月が経過し、ロシア海軍による黒海封鎖が世界の食糧危機を引き起こす可能性があるとして問題となっている。ヨーロッパ諸国やアフリカ諸国においては、ウクライナの小麦、トウモロコシ、ひまわりの種などの穀物の輸入量が大きく、ロシアが侵略して以来、ウクライナのオデーサ港などから、それら穀物の積み出しが滞っていることから、小麦などの価格が大きく高騰しているだけでなく、絶対量が不足しているという。ヨーロッパでは、ウクライナからポーランドを経由して、バルト海などからの輸送ルートや、ルーマニアやチェコ、スロバキアなどから、ドナウ川などの水運を利用するなどして、穀物が輸送されているが、ロシア海軍が黒海を封鎖している限り、黒海を経由しての海運に頼るしかないアフリカ諸国の食料不足は、深刻化の一途をたどっている。6月30日に、ウクライナと南隣のルーマニアとの国境線である、ドナウ川川口のドナウデルタの東の沖合約 37km の黒海上に浮かぶズミーヌイ島、英語名スネーク島から、駐留させていたロシア軍部隊を撤退させたとして、ロシア国防省が発表した。このズミーヌイ島は、ウクライナの港湾都市オデーサの喉元とも言うべき位置にあり、黒海北西海域における要衝として、侵略開始初日に、ロシア海軍の攻撃を受けて占領されていたもので、ロシア国防省では、同島から軍を撤退させたのは、ウクライナからの安全な穀物輸出の実現に向けた国連の取り組みをロシアが妨害しないことを示す善意の印だと説明したが、それに対して、ウクライナ側は、ウクライナ軍の砲撃とミサイル攻撃に、ロシア軍の占領部隊が窮地に追い込まれたために、撤退を強いられたに過ぎないと主張し、翌日1日には、ロシア軍が前日撤退した同島に対して、ロシア空軍のスホ、イ-30が2度にわたり、白リン弾による攻撃を行ったと発表して、ウクライナ軍がドローンによって撮影した爆撃の様子の映像を公開している。ズミーヌイ島には、ロシア軍が撤退した後に、ウクライナ軍が進駐しており、オデーサ港を利用するウクライナの海運復活に期待が高まっていたが、ウクライナ軍がロシア海軍が黒海沖に大型揚陸艦3隻を新たに配備した上で海上封鎖の強化に乗り出していると指摘したのである。これを受けて東風新聞などのメディアがロシア海軍は黒海封鎖を維持する構えとみられ、ウクライナ軍によるズミーヌイ島の奪還がウクライナ産穀物の輸出再開につながるかどうかは不透明になったと報じているのであるが、インターネット上などでは、大型揚陸艦の展開が海上封鎖につながるとは考えにくいとして、報道の見方に疑問を呈する声が上がっている。これについては、黒海封鎖を懸念しているメディアは、ロシア海軍の揚陸艦をアメリカ軍が運用している強襲揚陸艦と勘違いしているのではないか?との指摘がある。ロシア海軍が現在運用している揚陸艦には、古い順に1171号計画型タピール級揚陸艦、775計画型ロープチャー級大型揚陸艦、そして11711号計画型イワングレン級大型揚陸艦があるが、いずれもアメリカ海軍の強襲揚陸艦のような艦から直接海上にL 脚、エアクッション型揚陸艇などを発進させて、水陸両用作戦を展開することができる L ドックや、固定翼機や同時に、複数機のヘリコプターが発着艦できる、飛行甲板などを持たず、港湾に接岸して搭載した戦車などの、車両や人員を陸揚げする、いわばただの輸送艦である。
この輸送艦にどれほど戦車や人員を搭載したところで国会の海上封鎖に貢献する戦力とはならず、メディアは水陸両用作戦の推進が可能な機能を持つ強襲揚陸艦やドック型揚陸艦と混同しているのであろうと見られている。1171号計画型タピール級揚陸艦は満載排水量4360から4700トン、全長 112.8 メートル、最大幅 15.3 から 15.6 メートルで、最大313人の兵員と20両の戦車を船内に搭載して輸送可能なほか、追加の車両を上甲板に保管することができる。ちなみに3月24日にウクライナ南部のペルジャンスクでドローン攻撃によって撃沈されたサラトフはこのタピール級である。775計画型ロープチャー級大型揚陸艦は満載排水量4080トン、全長 112.5 メートル、最大幅15メートルで450トンの貨物の貨物を搭載でき、車両の積み下ろしのために船首と船尾の両方にランプ道があり、そこから車両や貨物の積み下ろしが可能で、約650平方メートルの面積を持つ車両甲板に主力戦車や装甲兵員輸送車を収容することができる。そして最新の11711号計画型イワングレン級は2022年時点で2隻が就役して北方艦隊に配属されていて、満載排水量6000トン、全長 135M、最大幅 16.5M と、これまでで一番大型であり、最大で13両の主力戦車、または36両の装甲兵員輸送車と300人の海兵隊を運ぶことが可能とされ、現在建造中の3番艦以降では、9000トンに大型化されて、カモフ KA-52 キロ艦載攻撃ヘリコプターを搭載する機能が付加されているほか、搭載量は、戦車が、最大26両などとして倍増するとされている。ロシアのこれらの揚陸艦は、76.2 ミリ、主砲や BM-21、グラートなどの122ミリ、多連装ロケット砲などが搭載され、地上攻撃能力を持つが、海上封鎖に直接有効な艦艇とは言えず、仮にウクライナ側の大型揚陸艦3隻配備との報道が真実であったとしても、国海上空の制空権が確保されておらず、対艦ミサイルによる攻撃を防ぐ術がない現状においては、何の役にも立たないどころか、ウクライナ軍の対艦ミサイル、ネプチューンや西側諸国から供与された、ハープーンの餌食となるだけとの指摘もある。ただ、ロシア海軍は、旧ソ連海軍時代に、エアクッション型揚陸艇2隻を搭載して、運用可能なウェルドックを持つ、満載排水量14000トンの大型ドック型揚陸艦を運用していた。3隻建造されて、2012年までに、全艦が退役した1174号計画。イワン・ロゴフ型大型揚陸艦がそれで、船首部分は、ビーチングに対応しているランプドアを備え、砂浜に乗り上げての上陸作戦が可能で、さらに後部にハファバークラフトである、レベット型エアクッション揚陸艇が、2隻、運用可能なウェルドックを持っているほか、艦橋後方、及び、クレーン前方に、ヘリコプターの発着艦スポットが2カ所あり、格納庫には、最大4機の KA-29 ヘリコプターを搭載することが可能とされている。ロシア海軍では、2008年のグルジア紛争の際に、黒海艦隊の輸送能力の不足によって、増援部隊の揚陸に26時間もの時間を要した苦い経験があり、イワン・ロゴフ型の退役を踏まえて、有事の揚陸能力と機動性の向上のために、2009年にフランス海軍が運用するミストラル級強襲揚陸艦1隻を購入する計画が立てられていた。ミストラル級強襲揚陸艦は満載排水量21500トン、全長210.0メートル、最大幅 32.0 メートルで指揮官機能も備えていて、全通飛行甲板には6カ所のヘリコプター発着スポットがあり、格納庫に最大で16機ほどのヘリコプターが搭載できる。
また、格納庫の下には、車両甲板とウェルドックがあり、車両甲板フランス軍の主力戦車、ルクレールを13両、他の戦闘車両であれば、60両程度の搭載可能で、格納庫に航空機を搭載しなければ、戦闘車両に130両程度が搭載できるほか、海兵隊員を400から900名できる。ウェルドックは、長さが120メートル、面積885平方メートルの広さがあり、車両甲板とは、ランプで接続されていて、最大8艇の機動揚陸艇、LCM と、最大4艇の汎用揚陸艇、LCU、あるいは、最大2艇の L 脚の搭載が可能である。ロシア海軍では、1隻を購入し、4隻を建造する計画としていたが、受け渡し直前の2014年に、ロシアが、ウクライナのクリミア半島を併合したことをフランスが抗議し、引き渡しがキャンセルとなり、ロシア海軍では、イワン・ロゴフ級を、強襲揚陸艦として、復帰が検討されたが、長い期間と、膨大な改修費がかかるとされ、2022年現在も、保留のままとされている。これらのことから、ロシア黒海艦隊による、黒海封鎖には、揚陸艦の展開は重要ではなく、それよりも、長射程巡航ミサイル、カリブルを発射可能な、7隻の通常動力型潜水艦が、大きな脅威となって、海運再開が難しいと見られているのである。ロシア軍弾薬庫が狙い撃ちにあっているとの情報をキャッチしまいた。今回はこのロシア軍弾薬庫撃破を詳しく見ていきますね。米提供のハイマースの命中率が高いのがわかるし、ピンポイントで狙える精度もロシアにはないことです。中国も ウクライナ東部のドンバス地方では、7月3日に、ウクライナ軍が、ルハンシク州のリシチャンスクから撤退したことで、ルハンシク州の大部分を制圧し、ドンバス地方で残る、ドネツク州の制圧に注力しているとされている。一見、ロシア軍の攻勢が強まり、ウクライナ軍が苦戦しているような印象を受けるのであるが、ロシア軍が侵攻している範囲は狭く、ウクライナ国内の戦線全体から見れば、その一部でしかない。また、ウクライナへの侵略を開始して以降、4ヶ月になる2022年6月末までに、ロシア軍が出した損害は、ウクライナ軍参謀部の発表によれば、戦車、及び、装甲歩兵戦闘車を合わせて、約1600両とされ、これは、ロシア軍が、侵略に投入した総数のうち、22% を損耗したことになる。また、装甲兵員輸送車に至っては、3700両を破壊したとして、これは、投入数の 50% に相当し、全合計で、5300両、損耗率 43% もの装備車両を破壊したことになる。そして、それ以外にも、152mm、自走式榴弾砲などの、火砲や多連装ロケット砲システムなども、1040門、損耗率 46% を破壊したとしている。ウクライナ軍による発表であることから、この数字をそのまま鵜呑みにすることはできないが、ロシア軍の動きや侵略のスピードなどから判断すれば、相当数の損害を出していることは間違いないと見られている。ウクライナ国内への侵略を開始した。2月24日から、首都キーウを包囲した3月末あたりまでは、南部ヘルソン州などでも、進撃を続けていたロシア軍において、ここ最近では、地上部隊によって、
攻勢をかけているのは、東部ドンバス州の限定された地域だけであり、撤退したキーウ包囲軍と守りに徹している、南部から引き抜いて、部隊などを再編し、すべての戦力を、このドンバス地方に注ぎ込んでいるとする見方が多い。ロシア軍が、ドンバス地方の攻略に、一点集中し、榴弾砲や多連装ロケット砲を集中させて、ウクライナ軍に、猛砲撃を続けていたことで、ウクライナ軍は、大きく劣勢に立たされ、一時は、ウクライナのゼレンスキー大統領が、アメリカなどの西側諸国に対して、その数量で大きく劣る、重火砲やロケット砲などの供与を必死に依頼していた。それを受けた西側諸国は、アメリカ軍が、最新鋭兵器である、高機動ロケット砲システム、ハイマースを、合計で12両供与したほか、イギリスは、やはりアメリカ軍が開発した多連装ロケットシステム、MLRS、M270 を、50機以上供与していて、その他にアメリカ、カナダの、M777、牽引式榴弾砲、フランスの、カエサル自走榴弾砲、ドイツの BZH2000 自走榴弾砲などの 155mm 榴弾砲を合計で250万以上が供与されることになっている。そしてこれら北大西洋条約機構 NATO 加盟国の 155mm 榴弾砲は砲弾の流用が可能で、ウクライナ軍には通常の砲弾の他に高性能な精密誘導砲弾である M982エクスカリバーも供与されることになっていて、すでに、ロシア軍地上部隊の後方に展開している、重火砲部隊や兵站集積場所などへの攻撃が開始されたと見られている。この M982、エクスカリバーは、アメリカのレイセオンミサイルシステムズ社が誘導機構を、スウェーデンの BAE システムズボフォース社が、多摩隊や基礎構造などを担当し共同開発されたもので、従来の重火砲用砲弾に代わるべく、長射程であり、かつ、命中精度を改善するための GPS 誘導と、管制誘導を兼ね備えた砲弾で、その使用に応じて約 40km から 57km の射程を持ち、半数飛中回、CEP はおよそ5メートルから20メートルと、精密誘導ミサイル並みの高精度を誇っている。射程の延長は、砲弾に仕組まれた折りたたみ式の滑空翼を発射後に出すことにより得られるもので、これにより、砲弾は、通常砲弾のように、標的へと向かって、自然光を描く落下ではなく、目標上空まで、弾道飛行の頂部から、滑空しながら飛行することが可能となっている。エクスカリバーは、通常弾薬の射程を超えた位置にある目標を攻撃でき、下方からの直射弾道が、地形によって妨害されるときに、障害物を避けて目標に到達することも可能なほか、目標周辺への副次的な被害を最小限化にすることも可能で、例えば、友軍歩兵部隊から範囲 150m 内に敵目標がある場合、それへの精密射撃に用いることができる。また、エクスカリバーの弾頭には多機能信管が装備されていて、空中での炸裂や硬い地面での着発、さらには、遅発させて、目標内部へ貫徹してからの炸裂するようにプログラミングすることが可能である。半数飛中回、CEP が、5から 20m の命中精度であるということは、目標を中心とした直径10から 40m の円内に、2発に1発が入るということになり、ロシア軍の下方陣地や兵站集積所に、5発も撃ち込めば、かなりの損害を与えることができると見られている。従来の通常砲弾では、20km 先の目標に対して、1から2km 程度の誤差が普通であったことからすれば、かなりの砲弾の節約につながり、エクスカリバーが、1発7万ドル、約900万円、と、高価であることを考えても、十分にペイできるとされている。そして、ハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムもまた、約 80km の射程距離を持ちながらも、その CEP は 20m 以下であるとされ、これらのロケットも GPS 誘導であることから、エクスカリバーと、ほぼ同じ精度を持つとされている。
いえ、これらの最新兵器を使いこなすには、それなりの訓練期間が必要であり、供与された兵器を受領してから、さらに、1ヶ月から2ヶ月ほどの期間を要するが、それが7月に入り、ようやく前線に配備されるようになったとみられ、これまで、ロシアホノからばかり発表されていた、後方の基地や兵器庫などへの攻撃のニュースが減り、次第に、ウクライナ側から、ロシア軍弾薬庫などを攻撃したとの発表が増えている。この先ウクライナ軍においては、これまでに供与された、榴弾砲や多連装ロケット砲システムが、続々前線に配備されていくとみられ、後方の補給を断たれるロシア軍が、次第に窮地に追い込まれていくと見る、軍事評論家が増えている。ウクライナのレズニコフ国防相が、7月10日、イギリスのサンデータイムズ紙のインタビューに応じ、ゼレンスキー大統領から、ロシア軍に制圧されたウクライナ南部のペルソン州などの奪還命令が出されたことを明らかにした。これを裏付けるかのように、ウクライナ軍は、南部でのロシア軍施設への攻撃を強化しているとされ、さらに、ウクライナのイリナ・ベレシチュク副首相が、7月8日に、南部ヘルソン、ザポリージャ領州の住民に対して、即刻退避するようにとの要請を発していて、ウクライナ軍が、南部で反攻作戦を実施する体制が整ったとの見方が広がっている。また、9日、ウクライナ大統領府のアレストビッチ長官顧問が、アメリカから供与された高機動ロケット砲システム、ハイマースによって、過去2週間で、約20カ所のロシア軍の弾薬庫や兵器修理施設などを破壊したと発表した。さらに、7月10日にも、アレストビッチ顧問が、ハイマースによって、先に陥落した南東部のマリウポリなどにある、ロシア軍の弾薬庫など、11の目標に打撃を与えたことを、自身の SNS 上で明らかにしているほか、ヘルソン州当局の関係者も、また、自身の SNS において、ヘルソンにあるロシア軍の軍事拠点が、ウクライナ軍のミサイルなどで攻撃されたことを明らかにしている。これらの攻撃が事実であるとして、それを実施した兵器が、ハイマースであったとするならば、ロシア軍は、かなりの被害を出していると思われ、このロシア軍後方拠点攻撃が、いずれ効果を発揮して、東部戦線のロシア軍をさらに追い詰めることになりそうだとする見方が出ている。これらの戦況の中、英国防省は、9日、ロシア軍が、自国内で増援部隊を編成しているとした上で、その増援部隊の装備について、武装や装甲が、貧弱な旧式の兵員装甲輸送車、MTLB が配備されているとして、侵攻当初から運用していた BTR-80 などの主力兵輸送車の備蓄が、もはや枯渇した可能性があるとしている。ウクライナ軍の SU-25 と MiG-27 戦闘機3機が撃墜されたとの情報をキャッチしました。今回は、この3機の撃墜で96機となったウクライナ軍の戦闘機事情を詳しく見ていきますね。M777 榴弾砲保管庫も2棟破壊されたとの情報。保管庫の防衛も考えないと、ロシアの非政府系通信社であるインタファクス通信が、ロシア国防省からの発表として、ウクライナ東部を飛行していた、ウクライナ空軍の SU-25 戦闘機2機、および MiG-29 戦闘機1機を撃墜したことと、さらに、ウクライナがアメリカ軍から、
供与された牽引式榴弾砲 M777 が保管されている施設2棟を破壊したことを報じたとして、ロイター通信社がオンラインニュースで配信した。ただし、ロイター通信社では、このインタファクス通信社のニュースについては、確認が取れていないとしている。インターネット上などでは、このロシア国防省が発表したとされるウクライナ軍機の撃墜について、懐疑的な見方も含めて、様々な反応が見られている。ロシア軍の侵略以前、2021年12月時点で、ウクライナ空軍が保有していた作戦機のうち、戦闘機、及び攻撃機については、MiG-29 が37機、うち8機は訓練用、Su-27 が32機、うち6機は訓練用、Su-25 が17機、Su-24 が12機の合計96機。フライトグローバル社、ワールド、エア、フォース、2022、より、で、その他の偵察機、輸送機なども含めた作戦機総数は、125機程度とされていた。それが、ロシア国防省の発表では、4月23日時点で、ロシア軍によると、ウクライナ軍機141機を破壊したとなっていて、すでに、ウクライナ空軍の作戦機総数を大きく上回っていることについて、ロシア国防省による大本営発表ではないかとされているのだ。ウクライナ空軍に対しては、東欧の NATO 加盟国が保有している MiG-29 や Su-27、Su-25 が供与されるとして、3月に発表されていたが、その後実際に供与されたかについては、報道がなく、ウクライナに対する航空機の供与には、敏感なはずのロシア側からも、特に非難する声明などが出されていないことから、未だに実行されていないと見られている。また、今回のロシア国防省からの発表では、3機のウクライナ軍機を撃墜したとする日時も場所も判明していない上に、撃墜した方法についても、地対空ミサイルなどによるものなのか、ロシア空軍機による空中戦によるものなのかも、定かではなく、その信憑性には疑問がある。さらに、この撃墜が真実であったとするならば、ロシア軍が攻勢を強めているウクライナ東部において、ウクライナ空軍機がまだ飛行していることになり、ロシア軍が東部地域の制空権、いわゆる航空優勢を未だに確保できていないことになる。そして、ロシア地上軍が、ウクライナ空軍による空爆を受けていることが考えられ、榴弾砲や多連装ロケット砲などの重火器の数において、圧倒的優位にあるとされるロシア軍の、進撃速度が遅々として進まないのは、そのためでなないかとの見方があり、ロシア軍に、相当の損害が出ているのではないかと見られているのではないかとの声が、ネット上で広がっている。ウクライナ軍においては、西側諸国から供与されたアメリカの M777、イギリスの FH70、フランスのカエサル、ドイツの BZH2000 などの新型 155mm 榴弾砲と、長射程の高機動ロケット砲システム、ハイマースや MLRS などの多連装ロケットシステムの運用訓練が終了し、前線への配備が開始されており、特に南部のヘルソン州などで、ロシア軍の司令部や弾薬庫を破壊するなど、反撃の動きを見せている。7月11日には、ヘルソン州のノバカホフカにある、ロシア軍の弾薬庫を、ハイマースなどで攻撃し、ロシア軍兵士や車両、弾薬などに損害を与えたことをウクライナ軍が発表し、地元の議員などが、その様子を、SNS への投稿で、建物などに被害は出ているが、住民は、ウクライナ軍が反撃に出たことを喜んでいると伝えている。一方、東部戦線では、ロシア軍は、ルハンシク州に続いて、ドネツク州の全域掌握を目指し、州西部、北部に向け進軍を続けていて、英国防省が12日に発表した戦況報告によると、ロシア軍はドネツク州で、引き続き、少しずつ支配領域を拡大しているされ、ロシア軍が、州西部で、一部の町を新たに掌握したと報じていることを伝え、州北部にあって、ウクライナ軍の抵抗拠点となっている、
スラビャンスクとクラマトルスクへの補給ルートである、高速道路沿いなどで、攻撃を継続しているとしている。そのドネツク州では、民間人への被害が拡大しており、地元メディアによると、同州のチャソフヤルにおいて、ロシア軍のミサイル攻撃を受けて倒壊した集合住宅では、12日までに、35人の民間人の死亡が確認されている。ドネツク州当局によると、同州のウクライナ支配地域では、すでに、住民の8割が、すでに州外へ避難したとされていて、この先戦闘の激化が懸念されている。ゼレンスキー大統領は、10日に公表されたビデオ声明で、ドネツク州などへの空爆を命令した者や、民間の町や住宅地を、標的に空爆を実行した者は全員、間違いなく、意図的な殺人者であり法を犯していると、ロシアを非難した上で、関与した全員に、法の裁きが下されると述べた。また、地上部隊の戦闘が続く、東部や南部以外の地域にも、時折、ロシアのミサイル攻撃が行われ、少なからず被害を出しているが、この攻撃に使われているミサイルが、精密誘導の対地攻撃用ミサイルなどではなく、通常型の対艦ミサイルが流用されているとの指摘がある。これは、ロシア軍においては、西側諸国の制裁によって、新たな精密誘導ミサイルの製造が滞っているなどの理由が考えられるほか、長期化した侵略に、状況を追い詰められつつあるロシア軍が、ウクライナ国民の戦意を削ぐために、戦略を転換し、民間施設や民間人を狙う、無差別攻撃に転じた、可能性が指摘されている。ロシア軍は、国内の予備兵力を、すべてウクライナに送り込むべく、編成を急いでいるとの情報もあり、それらの部隊には、戦車や兵員装甲車などの装備が、旧式のものであるとされ、この先西側諸国の最新鋭兵器が導入されていくウクライナ軍との圧倒的な差が縮まっていくとの見方が広がっているのであるが、ウクライナ軍においては、人員の損失が大きく兵力不足が伝わっており、反攻に転じたくとも、そのための部隊が編成できないとの悩みに陥っていて、東部ドネツク州を守りつつ、どれほどの兵力を南部ヘルソン州に回すことができるかが、反攻への鍵となると見られている。そんな中、ロシアが2014年に強引に併合した南部のクリミアにおいて、住民によるロシア軍へのレジスタンス活動が行われているとして、ゼレンスキー大統領がクリミアに設置している常駐特別代表が SNS 上で明らかにした。ウクライナ軍関連組織の国民レジスタンスセンターもまた、7月10日に、クリミアの拠点都市で、ロシア海軍が基地としているセバストポリにおいて、ロシア側に襲撃を警告するビラが配布されているなど、ロシア軍へのレジスタンスの動きが活発になっていることを伝えている。このようなレジスタンス活動は、他のロシア占領地においても広がっているとされ、東部のハルキウ州でも、7月10日に、親ロシア派武装勢力の幹部の車が爆破されて、幹部が死亡している。また、これまで、ロシア軍の駐留や、ウクライナ侵略部隊の通過を許してきたベラルーシにおいて、プーチン大統領と親しいルカシェンコ大統領が、ベラルーシ軍の反乱に直面する可能性があることを、ニューズウィークなどのメディアが伝えている。それによると、ベラルーシ軍の特殊部隊第5旅団の幹部が、ルカシェンコ大統領に宛てた公開書簡で、ウクライナに軍隊を派遣することについて、純粋な自殺行為であるとして警告して反対した上で、ウクライナとの戦争に、ロシア側に立って参戦することによって、ベラルーシは、文明国の共同体からは阻害され、将来何年にもわたって国際社会から、のけ者扱いされるだろうと記したという。ロシアのウクライナ侵略を終わらせるのは、プーチン大統領の失脚とする見方があるが、そのよりも、ベラルーシ軍による軍事クーデターを扇動して、ルカシェンコ政権を倒すのが、プーチン大統領に侵略を諦めさせる早道であるとの見方が出始めていて、
今後のベラルーシ軍の動向が注目されている。ロシアが、SU-34M 戦闘爆撃機の近代化版を東部軍管区へ配備との情報をキャッチしました。今回は、この、SU-34M 戦闘爆撃機の近代化版を詳しく見ていきますね。極東ハバロフスクで、テスト飛行を行うようです。近代化は、やはりレーダー類でしょう。ロシア国防省は、ロシア航空宇宙軍が運用する、戦闘攻撃機、SU-34 の近代化アップグレードを終え、生まれ変わった、SU-34M の配備が始まったことを明らかにした。ロシア国防省によると、近代化アップグレードが完了した4機の SU-34M は、6月末までに、東部軍管区第227爆撃機連隊第3戦隊に配備され、極東のハバロフスク地方での訓練飛行を実施するとしている。SU-34は、戦闘爆撃機、SU-24の後継機種として、ロシアの装甲社が、同社の、SU-27を原型として開発した戦闘爆撃機で、ノボシビルスク航空機製造企業合同で生産され、1990年4月に初飛行に成功して、2007年1月から運用開始となり、現在までに120機以上が生産され配備されている。NATO、北大西洋条約機構コードネームをフルバックと名付けられたこの戦闘爆撃機は、双発複座型であるが、このクラスでは、珍しく、パイロットと兵装担当者が左右に並んで搭乗するサイドバイサイド方式で、左席がパイロット席で、右席が兵装担当者席である。大きなキャノピーは固定されているため、搭乗員の乗降は、前足が出ている状態から、前足収納庫の後ろ側にある簡易はしごを昇降して、コックピット後方にあるドアから出入りし、万一の緊急脱出の際に、左右の座席は、それぞれ別々に射出される。コックピットは、17mm の厚さのチタニウム装甲で保護されていて、高度3万フィート、約9100メートルまでは、与圧されるため、酸素マスクは必要がない。また、コックピットが広いことから、席の後方スペースには、電子レンジを備えた簡易キッチン、キャレーやトイレがあるとの噂が、インターネット上で話題になったが、ロシア国防省の公式チャンネル、ズベズラが、コックピット内部の映像を公開したことによって、実際は、レーション、機内食、コーヒーなどを入れる、保温ボトルや逆流防止機能がついた紙瓶が、それぞれ2名分用意され、レーションを加熱するための電子ヒーターが設置されていることが、明らかになった。また、座席後方の通路部分は、大人が立ち上がれるほど、天井が高いため、このスペースで、ストレッチを行うことができ、長時間飛行における、エコノミー症候群の予防が可能とされている。コックピット前面は、パイロット席前方にある、計器板で占められていて、兵装担当者席側の前方にある計器板が、少なく簡素であるために、左右は非対称になっており、計器板は、操縦士側に、2つ、兵装士官側に、3つのカラー CRT 多機能表示装置がある。
ヘルメットのヘッドアップディスプレイは、左側のパイロット席だけが使用可能で、兵装担当者は、ヘルメット装着式照準器を使用することができる。SHOI-34 の基本的なスペックは、全長 23.34 メートル、全高 6.09 メートル、翼幅 14.7 メートル、翼面積 62.04 平方メートル、空居重量 22,500 キログラム、運用時重量 39,000 キログラム、有効搭載量 12,000 キログラム、最大離陸重量 45,100 キログラム、最大兵装搭載量 8,000 キログラム、燃料搭載量 12,100 キログラムで、最大10時間の継続飛行が可能とされ、エンジンには、リューリカ・サトゥールン製 AL-31F、2014年以降は、AL-31F、M1 に、変更ターボファンエンジン2機が搭載されていて、最大速度は、高高度で、マッハ 1.8、時速、2000km 以上、低高度で、マッハ 1.2、時速 1400km とされ、実用上昇限度は、高度 15,000km である。機内搭載燃料が、SHOI-27 の 9,000kg から 12,100kg にまで増やされているほかに、増装の使用によって、燃料の総搭載量は、最大 19,100kg まで増加可能とされ、これにより、航続距離は、機内搭載分だけで約 4,000km であるのが、増装を含むと約 7,000km となり、戦闘行動半径は、高高度飛行で約 1100km、高高度から低高度、海上飛行に降りて、再び高高度との飛行では、約 600km とされている。兵装は、空対空ミサイル、R-27、R-77、R-73、空対艦ミサイル、KH-31A、AD、KH-35、KH-41、KH-55、OK、SM、空対地ミサイル、KH-38ME、KH-59、M、対レーダーミサイル、KH-31P、BD、KH-58A、U、EM、ウシェの他に、誘導爆弾、KAB500 リッター、KR、TK、KAB500 リッター、KR、KAB250 リッター、KR と、様々な無誘導の通常爆弾などが搭載可能とされ、固定武装として、GSH30、1、30、ミリ、機関砲1門、装弾数150発、が装備されている。機体の外観の特徴は、機首が、扁平な形状のレドームとなっていて、コックピットの後ろあたりに、ガナード翼がついていることと、SHOI-27の特徴とされていた最後端中央部の、長く伸びたテールブーム部が、SHOI-27 のビーバーテール状の薄いものから、太い形状のスティンガータイプに変更された。そのスティンガー後端の先端部には、補助動力装置、APU が収納されていて、その排気口が設けられているほか、テールブームの下側には、チャフやフレアを発出するディスペンサーが備えられている。搭載されている各種電子機器は、機首部に B004 多機能高解像度パッシブフェーズドアレーレーダーが搭載されていて、この B004 は、X バンドを使用するレーダーとして、空対地能力が強化されており、合成開口による、高精細地上マッピングや地形追随レーダーモードなども備えている。レーダーの探知距離は、およそ200から250、km と見られ、グランドマッピングモードでは50、km、ドップラービームシャープグランドマッピングモードでは75、km、地上移動目標識別、GMT1 モードは30、km とされ、戦闘機サイズの目標出れば、90から120、キロメートル先にあるものを探知できるという。レーダーの方位角と、仰角は60度、ピーク出力は 15kW で、最大10個の目標を探知可能で、
最大で、4つの目標に、同時攻撃が可能である。また、テイルブームの先端にも、後方を探知する、P005 フェーズドアレイレーダーが装備されている。赤外線捜索追跡装置、IRST は装備していないが、空対地攻撃用に、前足格納庫の後ろに、テレビカメラやレーザー目標指示装置を有する、統合したプラタン電子光学照準システムを搭載している。自己防御用の電子機器としては、機体後部のチャフフレアディスペンサの他に、SPO-15、ベリョーザレーダー警報受信機や、R73 用ランチャーとの交換で、両主翼端に、L175V、EB2、10B ジャミングポッドが搭載可能である。この、EB2を装備した場合、SHOI-34 を、電子戦機としての活用が可能となり、地対空ミサイルから直のみならず、周囲の味方航空機をも守ることができるとされ、さらに、これとは別に、胴体下に、ジャミングポッドを装備した機体が存在し飛行していることが、2009年に確認されている。通信システムは、SHOI-27 と同様に、TKS-2M を搭載していて、この装置を搭載した航空機による、別の編隊と、地上の通信設備を介せずに、相互通信が可能となるだけでなく、システムが完全自動化されているほか、敵の電子妨害にも強いとされている。2011年からは、さらに進化した通信装置で、SHOI-35に搭載されているものと、同系列の S-103 が搭載され始めていて、SHOI-35 との連携も、よりスムーズに実施できるとされている。SHOI-34 は、2010年に、最初の近代化改修が計画されて、2014年から運用開始となり、エンジンが AL-31F、M-1 に換装されたほか、新型の空対空、空対地ミサイル搭載への対応、主翼上に境界層板の設置、レーダー警報装置の更新、SPO-32、パステルなどとともに、スティンガー内に、TA-14、130、35APU を設置して、単独でのエンジン始動が可能となり、支援車両の助けが必要なくなっている。今回の近代化改修を受けた、SHOI-34M は、アビオニクスが最新になったほか、UKR、RT、UKR、OE、UKR、RL の3つの偵察ポッドが追加された。UKR、RT は、M410 電磁センサーを使用して、敵のレーダー信号を検知し、種類や場所を特定するもので、UKR、OE は、光電子センサーとして機能し、M433、ラドゥが VM 赤外線スキャナーとアントラクトカメラシステムなどが組み込まれている。そして、UKR、RL は、悪天候など低視程の状況において、上空に向けては、最大 290km、海上では約 100km、地上においても約 50km の範囲を探知することができるセンサーで、さらに、機体の後方もスキャンして探知することが可能で、後方から追尾されても、危険を察知し、素早い自衛措置を取ることができるとされている。これらの装備によって、近代化された、SHOI-34M は、改修以前の、SHOI-34 と比較して、2倍の戦闘能力と自己防衛能力を備えたとされ、ロシア航空宇宙軍では、これまでに、ウクライナ軍によって、少なくとも、10機ほど撃墜されたと言われている、SHOI-34 の損害軽減と戦果向上を期待している。
ロシア海軍に、新たな攻撃型原子力潜水艦ベルゴロドが引き渡しされたとの情報をキャッチしました。今回は、ロシア海軍攻撃型原子力潜水艦ベルゴロドを詳しく見ていきますね。ソ連崩壊後、沈みかけた建造力が、今まさに、盛り返す形に。2022年7月8日、ロシア国営のタス通信が、モスクワ北方の白海に面したセベロドビンスクにあって、ロシアの原子力潜水艦の建造を一手に引き受けるセブナ酒造船所において、建造が進められていた特殊作戦原子力潜水艦、ベルゴロドが就役し、ロシア国防省直轄となる、深海研究本部、GUGI 所属第29潜水艦師団への引き渡し式典が開催されたことを伝えている。この式典に出席したロシア海軍最高司令官である、ニコライ・エフメノフ海軍大将は、このベルゴロド潜水艦は、ロシアによる、様々な海洋研究を助け、世界中のどのような遠隔地の海洋においても、科学的遠征を行うことが可能なため、様々な科学的問題を解決できるほか、救助活動などのサポートにおいても、捜索救助活動を行うよう設計された同艦は、深海救助用の装備や、自立型無人海中ドローンの運搬船としても使用できると、述べて、ロシアのみならず、世界にとっても、海洋研究や海難事故などの救助活動において、有用な原子力潜水艦であると、強調した。しかし、ソビエト連邦を名乗っていた頃から、いや、それ以前の帝政ロシア時代においても、世界中に嘘偽りを発信することでは、定評のあるロシアが発する言葉を決して信じてはならない。この、ベルゴロドは、海洋研究や人命救助に貢献する、平和利用目的の原子力潜水艦などではなく、それどころか、100メガトン級の核魚雷、ポセイドン、6発を搭載して、一隻でも、世界を破滅させることが可能な史上最悪最恐れの、終末の日の潜水艦なのである。ベルゴロドは、建造開始当初は、ソ連海軍時代に開発、建造された、949型、オスカー級、NATO コードネーム巡航ミサイル原子力潜水艦の改良型である、949A 型、オスカー2級巡航ミサイル原子力潜水艦として、ソ連が崩壊した翌年1992年に、ロシア海軍によって、建造計画が開始されたのであるが、ソ連崩壊後の混乱と経済危機などによって、建造が中止されていた。しかし、2000年8月12日に、北方艦隊所属の同じ、オスカー2級の艦番号計141、クルスクが、バレンツ海での演習中に、艦首魚雷発射艦室の爆発によって沈没し、乗員111名と、司令部要員5名、搭乗者2名の全員が死亡するという事故を起こしたことにより、貴重な原子力潜水艦戦力を失ったロシア海軍は、クルスクに代わる潜水艦として、建造が中止されていた K329、ベルゴロドの建造を再開したのだった。しかし、ロシアの経済状態の回復に、時間を要していたことから、建造資金の調達に苦しみ、ベルゴロドは、80% が完成していた、2006年7月に、再び建造が中断されたのだった。ベルゴロドは、そのまま放置されていたが、2012年に、09852型、とのプロジェクト名が与えられ、世界中の海洋に展開しての研究を目的とするための特殊用途原子力潜水艦との名目で、建造工事が再開されたが、その実は、次世代の戦略核兵器とされる超大型の原子力推進核魚雷、ポセイドン、6発を搭載する、悪魔の潜水艦だったのである。その全長は、オスカー2級の155メートルより長くされ約184メートルと大きく、これまで世界最大とされていた、ソ連時代に建造された、941型、タイフーン級弾道ミサイル原子力潜水艦の175メートルをも上回り、海上自衛隊の最新鋭通常動力型潜水艦、大ゲイ型の倍以上で、アメリカ海軍最大の、オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦、全長170メートルも及ばない巨大さで、2022年7月時点において、世界最大である、
水中排水量は3万トン。最深潜航深度は500から 520m で、上位は120名とされ、加圧水型原子炉、OK-650M02、2機を搭載して、水中最高速度32ノットを発揮する。搭載される原子力推進核魚雷、ポセイドンは、大陸弾道艦魚雷とも呼ばれ、2018年に、プーチン大統領が、その存在と開発が進んでいることを認めていた。全長 20m、直径 1.8 から 2.0m とされ、原子力推進によって、無限の航続距離となり、2018年に、ロシア国防省が公表した映像によれば、折りたたみ式の舵を有することから、特別な魚雷発射管から発射されると、想定されている。ポセイドンは、水中を、100ノットの高速で推進し、その航続距離は、理論上無限とされ、遠く離れた敵の港湾に向けて発射した後、接近した際に起爆させることで、直接的あるいは津波を起こして、間接的に、港湾機能と停泊している艦艇を破壊するだけでなく、水害と放射線による汚染で、港湾の復興を長期間にわたって阻害するのである。例えば、ベルゴルドが、ロシア海軍の戦略ミサイル原子力潜水艦の聖域であるオホーツク海から、ポセイドンを発射したとして、東京、湾港で起爆させれば、津波などによって、東京港や横浜港が壊滅するだけでなく、横須賀のアメリカ海軍第7艦隊と海上自衛隊護衛艦隊、及び潜水艦隊も、一瞬にして壊滅してしまうだろう。また、グアムやハワイのアメリカ海軍基地や、アメリカ本土西海岸のカリフォルニア州にあるサンディエゴ基地でさえも、それぞれの軍港近くで、わずか一発を起爆させることで、この世から殲滅することが可能となるのだ。また、ベルゴルドは、1831型、原子力特殊工作潜水艦 AS12、ロシャリスクの母艦としての機能も備えている。この、ロシャリスクは、水中排水量2100トン、全長 60m、最大幅 7m の小型原子力潜水艦で、乗員25名を乗せて、水中を最高速度30ノットで航行し、最大潜航深度は 3000m、6000m と、吊るし量もありとされている。ちなみに、ロシャリスクは、2019年7月に、バレンツ海での潜航中に、艦内で火災が発生して、乗員14人が、一酸化炭素中毒で死亡する事故を起こしたが、火災は、蓄電池などで発生したもので、原子炉は無事であったとされている。艦に武装は搭載されておらず、マニピュレーターやカメラ付きのシャベルなどが装備され、その表向きの任務目的は、深海調査や、深海救助活動とされているが、実際には、海底に設置された、海底ケーブルの切断や、海底に設置された、ソナーシステムなどの破壊活動を任務としている。なお、ベルゴルドに、ロシャリスクを搭載する際は、ベルゴルドの艦艇部に、ロシャリスクを、抱えられ様な形で搭載されるが、同様に、ベルゴルドの艦艇部には、無人水中ドローンの、クラベシン、2RPM や、全長 30m のパルタス級特殊小型潜水艦などを搭載することも可能とされるほか、艦隊上部のハッチには、深海を潜航できる、ポストタール DSRV 小型潜水艇をドッキングすることが可能で、様々な小型潜水艦の母船として機能して、表向きの任務である、水中探査、救助はもちろん、真の任務としても、海中から、敵国に特殊部隊員を潜入させる特殊作戦をこなすことも可能とされている。現在においては、国際通信の 99% は、海底ケーブルを通して行われていて、かつて国際通信の代名詞であった衛星通信は、今や 1% にも満たないとされている。四方を海に囲まれている、島国である日本において、海底ケーブルは、生命線ともいえ、これを切断されることで、国際電話や国際間でのドルをはじめとした、資金決済に用いられるスイフト、
国際銀行間通信協会ネットワークに、航空券の予約システムなど、あらゆるシステムがダウンするのみならず、防衛上必要なソージャスが、どの音響監視システムなども寸断されて使用できなくなる。世界規模の戦争や地域紛争における軍事衝突では、相手国の通信の遮断は常套手段であり、かつて、明治の日本軍は、日露戦争で旅順を封鎖するために、ロシアが敷設していた海底ケーブルを切断したが、それを100年以上経った現代に、ベルゴルドによって報復される可能性があるのだ。ロシア海軍では、2027年までに、ベルゴルドの同型艦3隻の建造が計画されているが、2021年4月に、この、ベルゴルドを、いずれは、太平洋艦隊に配属する計画が発表されており、この先カムチャツカ半島にある、ペトロパブロフスクカムチャツキーのルイバチー原戦基地に配備されるものと見られていて、第7艦隊を含む、アメリカ太平洋艦隊と日本の海上自衛隊にとって、大きな脅威となることが想定されている。ロ軍戦車9両が、またまた破壊されたとの情報をキャッチしました。今回は、この、9両、撃破を詳しく見ていきますね。それにしても、ロシアの国土は広いけど、敵ばかりが周りにいる。バルト海やオホーツク海などアラスカも含まれるが、ウクライナ侵攻で余力なし。2022年7月12日、7月9日に、ウクライナ軍参謀本部が映像を公開し、砲兵部隊及び空中機動軍技術部門による共同作戦の成果として、ロシア軍の戦車9両を破壊したと主張したとして、AP 通信が報じているが、映像が撮影された日時と場所については明らかにされておらず、AP 通信側も裏付けが取れていないとしている。映像は、ロシア軍と思われる戦車が爆発して炎上する場面や、広い範囲に、数発の大きな爆発が起こるなど、いずれも、上空から、ドローンなどで撮影されたと思われる数カットであるが、日時や場所を特定できるものは、映っておらず、そのため、インターネット上での AP 通信の記事に対するコメントで、映像の信憑性などについて、議論が起こっている。記事中のウクライナ軍の空中機動軍とは、ウクライナ陸軍の空挺部隊で、ソビエト連邦が崩壊した後、当時ウクライナに駐留していたソ連軍の空挺部隊が帰還となり、1992年1月に、ウクライナ西北部のジトーミル州の州都ジトーミル市に司令部を設置して創設されたものである。主な任務は、敵地への空挺降下やヘリボーン作戦のほか、敵地後方に侵入しての指揮系統の破壊、対路遮断などの後方撹乱作戦や、国内に侵入した敵空挺部隊などの排除、国内重要施設警護などで、国連による平和維持活動などにも派遣され、2020年時点で、その兵力は3万人とされている。また、砲兵部隊とは、おそらくは、ウクライナ陸軍司令部直属の砲兵部、隊、あるいはロケット砲兵部隊であろうと推定され、西側諸国から供与された各国の 155mm 榴弾砲のほか、多連装ロケットシステム、MLRS や、最新鋭の高機動ロケット砲システム、ヒマルス、ハイ、モビリツ、アーティラリー、ロケット、
システム、ハイマースを運用していると見られている。今回発表された映像が、真実、ロシア軍戦車に対する攻撃を直近に撮影されたものであるとして、着弾しているのが 155mm 榴弾砲弾なのか、ロケット弾なのか、あるいは、攻撃用ドローンによるものなのかは、判然としないが、今の時点で発表されたタイミングを考えれば、ハイマースによるもので、あろうとする見方が、ネット上では、多く見られている。アメリカから、供与された高機動ロケット砲システム、ハイマースは、長射程の阻止砲撃用として、アメリカ陸軍が開発した、装輪式自走多連装ロケット砲で、MLRS よりも小型で軽量な多連装ロケットシステムとして、アメリカ軍の海外緊急展開部隊である、海兵隊や、陸軍では、空挺師団や警歩兵師団などに配備されている。MLRS は、最大で、12発の M26 などの長射程ロケットを、ほぼ同時に発射して、1両でも、長射程榴弾砲より、広範囲な面積を制圧できる、強力な支援火器であるが、車両重量が約25トンあるために、アメリカ軍が輸送する際には、C5、ギャラクシーや C17、グローブマスター3などの大型輸送機が必要となり、海外などに、迅速に展開しなければならない、緊急展開部隊での運用が制限されていた。そこで、緊急展開部隊が、運用可能な面制圧用支援兵器として、ハイマースを開発することとなり、FMTV、ファミリー、オブ、ミディアム、タクティカル、ベヒクレス、中型戦術車両ファミリーと呼ばれる6輪駆動タイプの5トントラックの車体をもとに、運転席を走行キャブとし、射撃管制装置、FCS を搭載した上で、MLRS の発射装置、最大発、などを搭載して、その来る前は、MLRS の半分ほどの 13.7 トンにまで絞られた。そのため、短距離離着陸性能が高く、滑走路のない砂漠での、離着陸や車輪にソリをつけて、南極への物資輸送などにも用いることができる、C-130、ハーキュリーズ、C-130J、スーパーハーキュリーズなどで、輸送可能となっただけでなく、地走りでの長距離移動も可能になったほか、生産、整備維持費も、MLRS よりも、定額になったのである。ハイマースは、ランチャーに装填されるロケット弾によって、射程が異なり、MLRS で運用可能な、各種ロケット弾とミサイルを含む、MFOM、MLRS、ファミリー、オブ、ムニティオン、ローケツ、アンド、アーティラリー、ミシレスと呼ばれる兵器群をすべて発射することができる。MFOM には、面の制圧に小弾を散布し、様々なタイプがある M26 ロケット弾などのほか、射程 45km 以上で、GPS 誘導や管制誘導が、可能な M30 と M31 があり、この誘導ロケット弾には、戦車の装甲を貫く HE 弾が存在しており、今回の戦車攻撃に、ハイマースか MLRS が使用されたのであれ。この M30 か M31 が発射された可能性が高いと見られている。なお、ハイマースと MLRS では、さらに、超射程、最大で 300km の MGM-140、アタクムス、アーミー、タクティカル、ミサイル、システム、エイタクムスの発射が可能であるが、アメリカは、ロシア国内に届くために、ロシアを不要に刺激することになるとして、ウクライナには供与されていない。また、ハイマースや MLRS の他にも、精密誘導兵器が、西側諸国からウクライナに供与されていることから、それらによる砲撃が行われた可能性を指摘する声もある。NATO、北大西洋条約機構規格の 155mm 榴弾として、アメリカのレイセオン社と、スウェーデンの BAE システムズ・ボフォース社が、共同で開発した M982 エクスカリバーは GPS 誘導と管制誘導による精密砲撃が
可能な砲弾で、派生タイプによって、40km から 57km の射程を持ち、その半数必中回、CEP は、およそ 5M から 20M とされ、2007年に、イラクで実戦投入された際に発射された砲弾の 94% が、標的の周囲 4M 以内に着弾したことが、報告されている。この、エクスカリバーは、NATO 規格であるため、NATO 各国の 155mm 榴弾砲での運用が可能とされ、ウクライナに、これまでに供与されている、牽引式自走榴弾砲では、アメリカが90門、オーストラリアが6門、カナダが4門供与した、M777、と、イタリアから、供与されたと見られている、FH70、と、自走式 155mm 榴弾砲では、フランスが12門供与した、装輪式自走榴弾砲、カエサルやドイツが7両、オランダが5両を供与した、BZH2000、からの発射が可能だ。7月に入ってから、ウクライナ東部や南部に、これら 155mm 榴弾砲の配備が始まっているとされ、ウクライナ軍やゼレンスキー大統領から、前線から後方にあるロシア軍の弾薬庫や司令部施設などを破壊し、多大な損害を与えているとして称賛するコメントが出されている。これまで、西側諸国から、ウクライナ軍に供与されることが明らかにされている、精密誘導弾が発射可能な 155mm 榴弾砲は、合わせて250門以上、また、精密誘導可能なロケット弾を、発射可能な、ハイマートと、MLRS は50両以上であるが、7月上旬時点で、実際に供与されているのは、そのうちの 20% 程度と見られている。これら供与予定の 155mm 榴弾砲と、ハイマース、MLRS が、すべて配備されるには、この先1ヶ月ほど、時間が必要と見られているが、次第に、ロシア軍後方の兵隊への砲撃が激しくなるため、前線部隊への弾薬補給が滞ることが予想され、現在、ウクライナが、反攻の姿勢を見せている、南部ヘルソン州はもちろん、ロシア軍の猛攻に押され気味である、東部ドンバス地方のドネツク州においても、反攻に転ずる可能性が囁かれ出した。しかしながら、7月11日に、アメリカのホワイトハウスにおいて、ジェイク・サリバン大統領補佐官、国家安全保障問題担当が、ロシアに対して、イランが攻撃可能なものも含めた、数百機の無人機、ドローンを供与する計画していると、明らかにするなど、ロシアを支援する国も、動きを見せ始めており、13日には、北朝鮮が、ウクライナ東部において、親ロシア派武装勢力が、独立を宣言した、ルガンスク共和国と、ドネツク人民共和国を承認したとして発表し、ウクライナが、北朝鮮との断交を宣言するなど、ロシアによる、ウクライナ侵略をめぐり、かつての東西冷戦のように、世界が二分される兆候が表面化しつつあると、指摘し懸念する声が上がっている。また、ウクライナが反攻に転じ、ロシア軍が撤退するような事態に進展し、ウクライナ軍がクリミア半島を奪還して、東部ドンバス地方の親ロシア武装勢力を掃討するようなことになった場合、プーチン大統領が核兵器の使用を決断する可能性を否定できないとする懸念も膨らみ始めている。
イランが、ロシアに、数百機ものドローンを供与するとの情報をキャッチしました。今回は、イランが、本当にドローンを供与するのか、詳しく見ていきますね。イスラエルとの問題があり、供与するのか、ちょっと怪しい気がします。2022年7月11日のホワイトハウスの記者会見で、サリバン大統領補佐官、国家安全保障問題担当は、イランが、ロシアに、無人航空機、ドローン、数百機を供与するとして、準備を進めているとの情報があることを明らかにし、ロシアは、ウクライナへの侵略により、多くの兵器を失っていて、イランのような国に対しても、兵器の供与を求めていると、指摘した。これらのドローンの中には、武器を、搭載可能なものも含まれていて、すでに供与されたかどうかについての情報はないものの、7月中にも、運用のための、訓練が開始される可能性が高いとの見方を示した。これに対して、イラン外務省報道官は、サリバン大統領補佐官の発言について、否定も肯定もせず、イランとロシアは、一部の技術分野において、ウクライナ戦争が始める以前から協力しており、この点に関して、最近特に変わった進展はないと述べるにとどめたとして、イランの国営メディアが報じている。サリバン大統領補佐官は、イランがロシアに供与するドローンは、以前にサウジアラビアへの攻撃に使用されていたものであることを指摘しているが、これは2019年9月14日に、サウジアラビアの国営石油社サウジアラムコの施設2カ所を攻撃して炎上させたドローンとされ、イスラエルの攻撃型ドローンに似たミスミ翼タイプのドローンが使用されており、このドローンは自立飛行によって施設へ侵入して突入したものである。さらに、2022年1月にもイラクから発射されたドローンによって、サウジアラビアが攻撃を受け、また、4月には、クルディスタン自治区内にあるアルビル国際空港の米軍基地が攻撃され、建物が破壊され、大規模な火災が発生したが、その際にも、この三角のデルタ翼を用いたドローンが使用されていて、このドローンがロシアに供与されるものとみられている。これらの攻撃によって、イランが周囲に与える脅威の性質が進化していることをアメリカは理解し、イランのドローン開発が、予想以上に進んでいて、その能力が急速に進歩していることが明らかになった。また、2022年5月28日には、イラン国営テレビが、場所を非公開として、ミサイルが可能なものも、含むドローン100機以上が配備された地下基地の映像を公開していて、それによると、ザグロス山脈の中心部にある基地に、ドローンが保管されており、それらには、国産の空対地ミサイルを搭載したものもあるという。取材した国営テレビのスタッフは、イラン西部のケルマンシャーから、この基地まで、目隠しをされたまま、ヘリコプターで45分ほど飛行して、到着後になって、初めて目隠しを外すことが許されたとしている。映像では、地下数百メートルの深さに掘られたとされるトンネル内に、対地ミサイルを搭載したドローンが、綺麗に整列して並べられている様子が確認できる。この基地の指揮を取るイラン軍のムサビ司令官は、イラン軍のドローンは、この中東地域において最強であることは疑いないと述べている。このように、イランの無人機開発は、ここ数年で急速に進み、2020年には、軍事力を評価するとある国際団体によって、世界で、第5位との評価を受けたとして、イラン国防軍需省航空技術庁のハージェファルド長官が明らかにしていて、今や、イランはドローン先進国と言っても過言ではない。今回ロシアに供与される数百機ともされるドローンに、攻撃型の他に、どのような種類のものが加わるのかは明らかではないが、もし、その中に、徘徊型の対レーダー自爆突入機が含まれていた場合には、ウクライナでの戦局に
影響が出る可能性があると指摘する声がある。徘徊型ドローンとは、戦場上空に長時間滞空して、あらかじめ設定された目標を発見すると、それに向かって突入する攻撃用の自爆ドローンのことを指し、現状で運用されているのは、搭載されているパッシブレーダーによって、敵が発信するレーダー波を感知して突入するもので、将来的には、AI、人工知能の発達によって、目標選定なども自律的に判断する。戦闘型ドローンに進化すると見られている。世界的に最も有名なのは、イスラエルの IAI 社製、ハーピー、ハロップ、そして、ハーピーを入手した中国が、それをコピーした、JWS-01。これに対して、台湾が対抗して作った、検証などがあるが、これらは、すべてハーピーと同じ、左右両翼端に、垂直尾翼がある三角形のデルタ翼を持つ形状で、プロペラ推進で飛行する。先に述べた2019年4月に、サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコの施設2を攻撃したドローンも、同じ形状をしていて、中国がイスラエルの、ハーピーコピーした、JWS-01、がイランに渡って、さらにコピーされた可能性が疑われている。今回のイランによる、ドローン提供が事実とするならば、これによって、イランは、否が、大でも、ロシアのウクライナ侵略に巻き込まれることになり、また、イランにドローン技術を提供しているとされる中国も、間接的に、ロシア陣営に参画することになるとして、世界が注目している。ところで、ウクライナ侵略が始まった当初、ロシア軍の戦車や装甲車両に、多大な損害を与えて、一躍、英雄と崇められ、称える歌まで作られたトルコ製ドローンの、バイラクタル TB に、であるが、ここ数ヶ月は、目立った戦果の報告はない。当初は、ドローンがゲームチェンジャーとなって、近代戦が大きく変わるとして、戦車不要論を唱える、軍事評論家も現れたほどであったが、これらの声は、最近では、すっかり沈黙している。ドローンが活躍したキエフ攻防戦と違い、広い草原や小麦畑などが広がる東部戦線では、これまで通りに戦車と装甲車による地上部隊の機構作戦と後方からの重火器による砲撃が中心となり、その他に都市や軍事施設などに巡航ミサイルや短距離弾頭ミサイルで攻撃を加える展開となっている。またウクライナ軍にはアメリカから自爆ドローンであるスイッチブレード300とより大型のスイッチブレード600が多数供与されているはずであるが、それらが大きな戦果を上げたとの報告はさっぱり聞こえてこない。実はこのことは供与される前からある程度想定されていたことであり、その理由はスイッチブレード300が小型であるためとされている。重さ 2.5kg と小型軽量で携帯がしやすいのは利点であるが、その反面弾頭に搭載可能な削薬の量が少ない。弾頭は 40mm グレネード弾頭程度の大きさでしかなく、しかも成型削薬ではないために、戦車や装甲車は破壊できず、あくまで対人用攻撃型ドローンであり、他にウクライナが運用している貫通力の強いドローン用小型爆弾 RKG-1600 を搭載できる民生用ドローンの方が再利用が可能なこともあり、使い勝手がよく戦果も上がっているとされている。ならば、重さ 15kg と大型のスイッチブレード600、戦車の装甲を貫く成型削薬弾頭を搭載して攻撃すれば戦果を上げられるはずであるが、現時点で戦果報告がないどころか破片すらも発見されていない。また
同じく、アメリカから供与が発表された自爆ドローン、フェニックスゴーストに至っては、その機体の形状すら公表されず、その存在が疑われている。このように、現時点において、ウクライナ軍が運用する自爆ドローンは、ほとんど活躍しておらず、また、ロシア軍の自爆ドローン、KUB、BLA や、ランセット3、も戦場に投入されているものの、目立つような、大きな戦果を上げられていないのであるが、まだ、ハーピーのような重量 100kg を超える、大型の自爆ドローンは運用されておらず、ロシアが、イラク版ハービーを運用した際に、戦況が変化するかどうか、注目が集まっている。ウクライナ軍が南部奪還へ向け大攻勢をかけているとの情報をキャッチしました。今回は南部奪還へ向けロシア軍の弾薬攻撃波を詳しく見ていきますね。ハイマースがここへ来て重要な役割を担ってきました。防衛省や自衛隊もこの戦況は分析確定です。ウクライナ軍が南部のヘルソン州でロシア軍の弾薬庫を長距離ロケット砲で攻撃して破壊したことを発表したとして多数のメディアが報じている。2022年7月11日に南部のヘルソン州でロシア軍に占領されているノバカホフカにある弾薬庫をアメリカから供与された高機動ロケット砲ハイマースから発射されたロケット弾で攻撃したとみられ、ロシア軍兵士52人が死亡し、弾薬を爆破した他に、軍事車両を破壊したとしているが、ウクライナ国防省では、攻撃に使用した兵器についてのコメントを発していない。これに対し、ロシア軍が、ヘルソン州に設置した軍民行政府が、ウクライナ軍による攻撃が、民間のインフラ施設に対してのものであり、民間人7人が死亡して、70人が負傷したとのコメントを出し、ウクライナ軍が、ハイマースを使って、硝酸を貯蔵している倉庫を攻撃したために、大規模な爆発と火災を起こしたと、ロシア国営のタス通信が伝えている。この一連の両国による、報道の流れは、ロシアが、ウクライナ侵略を開始して以来続いていた、ロシア軍が、ウクライナ軍の弾薬庫をミサイルで破壊したと、発表し、ウクライナ側が、ロシア軍が民間施設を攻撃して、民間人に死傷者が出たと非難していたものと、全く逆になっており、ウクライナ、南部においては、ロシア軍とウクライナ軍の立場が逆転した可能性が指摘されている。また、ウクライナ政府がクリミア半島に設置している常時特別代表が、ロシアが2014年に一方的に併合したクリミア半島において、住民による反ロシア抵抗運動が始まり、徐々に高まりを見せていることを、7月11日に、SNS 上で明らかにしていて、ウクライナ軍が関連している国民レジスタンスセンターもまた、10日に、クリミア半島の拠点都市であり、ロシア海軍の軍港があるセバストポリで、ロシア軍などに対して、襲撃があることを警告するビラが巻かれていることなどを伝えている。ここ最近では、ウクライナで、これまでにロシア軍に占領された地域でのレジスタンス活動が、日増しに活発となっている様子が伝わっていて、10日には、
東部のハルキウ州で、親ロシアは、武装勢力の幹部の乗る車が爆破され、幹部が死亡したことが、報じられた。また、12日に、南部のザポリージャ州にあるエネルゴダルの親ロシア派武装勢力の拠点が、ドローンによって攻撃を受け、同州のメリトポリ近郊にあるロシア軍駐屯地において、爆発音が、複数回聞こえたなどの情報が伝わるなど、南部においては、ウクライナ軍の動きと、後方のレジスタンス活動が呼応するかのように、活発になっていて、ウクライナ軍かあるいはアメリカ、イギリスなどの特殊部隊などによる、後方撹乱が行われている、可能性が指摘されている。その、一方で、東部ドンバス地方では、ルハンシク州を、ほぼ、手中にしたロシア軍は、もう一つのドネツク州の制圧を狙って、攻勢に出ていて、激しい戦闘が続いており、イギリス国防省は、ロシア軍の今後1週間の目標は、東部のスロビャンシクやクラマトルシクの近郊で、小さな町の占領に力を注ぐとの分析を明らかにしている。また、後方のウクライナ中部、及び西部に対するロシア軍のミサイル攻撃も継続されていて、14日に、首都キーウの南西約 200km にある、人口37万人の地方都市ビンニツァの中心部にミサイルが着弾し、子供3人が含まれた市民20人余りが死亡したとロイター通信が報じている。地元警察当局によると、15名が行方不明となっているほか、約90人が病院に運び込まれたものの、50人以上が深刻な危篤状態にあるとされ、今後、死者はさらに増えるものとみられている。ウクライナ非常事態庁によると、14日午前10時50分頃、ビニンツァ中心部の9階建てオフィスビルの駐車場に、ロシア軍が放ったミサイル着弾し、居住用ビルなどを損壊して、大きな炎や煙が上がったとしている。ウクライナ軍当局によると、このミサイルは、ロシア海軍が黒海にいる、改めキロ級潜水艦から、複数の巡航ミサイル、カリブルが発射されたものとされ、そのうちの3発が着弾し、他の2発は、ウクライナ軍によって撃ち落とされたという。このウクライナ軍当局情報が正しいとすれば、発射された、カリブルは、潜水艦発射型のクラブ、S-3M14E と見られ、亜音速ミサイルながら、巡航ミサイル5発の発射に対して、2発を撃墜したことになり、ウクライナの防空体制がある程度は機能しているとみられる。ウクライナのゼレンスキー大統領は、この巡航ミサイル攻撃に対して、この攻撃が公然のテロ行為でなくて、なんだというつもりなのか?と、激しい憤りをぶつけていた。南部戦線の動向によっては、東部で攻勢に出ているロシア軍に、影響が及ぶと見られている中、ウクライナのゼレンスキー大統領は占領されている南部沿岸地域の奪還を指示したとされ、レズニコフ国防相がイギリスのタイムズ紙のインタビューに対して、大統領が国軍に対して奪還命令を出したことを明らかにしている。レズニコフ国防相は、さらにロシアに奪われた南部の領土を奪還するため、西側諸国から許容された武器を装備した数百万の兵力を集めていると語ったとされ、インターネット上では、数百万というのは、さすがに盛りすぎと、しながらも、ウクライナ軍への入隊を志願している国民男性は、70万以上とされていて、それが、ようやく訓練を終えて、戦線に投入できる状況になったのではないかと見られている。これまで、ウクライナ軍は、兵器不足と兵力不足に悩まされていることを指摘されていたが、ここに来て、西側諸国からの兵器が届き出し、それらを運用する訓練を終えた部隊の配備が加速しつつあるとみられ、東部戦線のロシア軍を現状で食い止め、主力を釘付けにしておきながら、南部の占領地域の奪還から、クリミア半島の奪還も視野に入れているのではないかとの見方も出ている。このウクライナ軍の動きを察知してのことなのか、ウクライナ軍によるミサイル、ロケット攻撃が続く、
南部ザポリージャ州のメリトポリのフェドロフ市長が明らかにしたとして、CNN が伝えるところによると、ウクライナ軍による攻撃を恐れるロシア軍が、西に避難しようとする市民の主要な通過地点である、バシリウカの検問所を閉鎖したため、町全体が人質に取られたとして、数万人のメリトポリ市民が立ち往生しているという。ただし、CNN では、フェドロフ市長は、メリトポリからすでに脱出しているため、情報が正確なものかの確認は、取れていないとしている。侵略を開始してから、これまでの、ロシアによる、占領地のウクライナ国民の扱いについては、様々な非人道的な話が伝わっているが、アメリカのブリンケン国務長官が、7月13日に、声明を発表し、ロシアが支配した地域に、居住していた新ロシアではない、ウクライナ国民160万人以上、うち26万人は、子供とされているを、強制的にロシア国内に連れ去ったとして、ロシアがウクライナで行っていることは、民間人の保護に関する、ジュネーブ条約に、著しく違反している、戦争犯罪であると、厳しく非難している。その方法としては、ウクライナ国民のパスポートを没収し、代わりに、ロシアのパスポートを発行して、見せかけのロシア国民を増やして、統計上の人口構成を変えることや、ウクライナ国民の個人情報や生体情報を収集して登録し、ロシアへの移動と滞在に同意する書類に強制的に署名させて、ウクライナに戻れないようにするなど様々とされ、それらに従わない者には、ロシア当局による拷問や処刑が加えられていることが報告されているという。その上で、これらのことは、かつて、ロシア連邦からの独立運動が高まった、チェチェン共和国でも行われたとされ、チェチェン共和国では、今でも、独立派による、テロが絶えないという。ブリンケン国務長官は、アメリカは、ウクライナと国際当局による、証拠収集などの取り組みを支援し、戦争犯罪や残虐行為の加害者に、責任を取らせることに、力を注ぐと述べ、ソ連時代から、同じことを何度も繰り返す、ロシアの戦争犯罪を追及するとしている。F-35 戦闘機の生産数が2021年度142機とのロッキード社から発表がありました。今回はこの F-35 戦闘機世界での生産数を詳しく見ていきますね。三菱重工も6機生産していますが、今後驚異の生産数を考えています。量産化は難しいですがね。ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2戦闘機は、基本的に、アメリカの同盟国、友好国を中心に導入されている機体であり、第5世代戦闘機と呼ばれるものである。この会社のデータによると、2022年初期で、F-35 ライトニング2の建造総数は、142機となっており、2020年から、世界的コロナ禍に陥って、生産スピードが落ちたものの、立ち直りつつある現状だ。 F-35 の製造工場に関してはアメリカのテキサス州フォートワース、イタリアのカーメリ、日本の愛知県西春日郡豊山町の3カ所に限定されており、通称 FACO 施設と呼ばれている。 FACO ジャパンは三菱重工業者の名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場のことを指し、2015年12月から生産工場として稼働を開始し、航空自衛隊向けの製造を担当している工場である。
この小牧南工場で一から製造するわけではなく、ノースロップグラマン社やロッキードマーチン社、BAE システムズ社から F-35 ライトニング2の機体各部を納入、そして IHI 社、石川島播磨重工からライセンス生産での機関部がそれぞれ送られてくるので、それらを組み立てる製造工場と理解してもらいたい。また日本 IHI 社はアメリカのプラット&ホイットニー社から F-35 専用エンジンである F-135 のライセンス生産を担っており、福島県相馬市と広島県呉市の工場で製造された部品を東京の瑞穂工場で組み立てを行っている。このような IHI 組織の工場群は、航空自衛隊の年間最大6機の F-35 ライトニング2の調達計画に対応したキャパがあり、今後は製造だけではなく順次メンテナンス等にも対応できるようになっていくと思われる。 FACO の三菱重工業者が IHI 社のエンジンライセンス生産の容量に合わせる形で小牧南工場を稼働させた結果、2021年にはコロナ禍でありながら計画通り全6機の F-35 ライトニング2000頭機の最終組み立て検査を見事に完了させた。もちろん小牧南工場で製造したのは6機だけともいえ、残りの136機に関してはアメリカとイタリアで生産されており、それは技術や経験の差なのかは不明だが、少々残念な気もする。2020年までに F-35 の採用を決定して購入を進めていた国は、アメリカをはじめ、イギリス、イタリア、オランダ、ノルウェー、デンマーク、ベルギー、ポーランド、イスラエル、オーストラリア、韓国、シンガポール、日本の計13カ国であった。翌年の2021年には、当該機の購入を、スイスとフィンランドが確定したほか、カナダ、ギリシャ、スペインが新たに検討しており、中でも、カナダは、88機の購入計画を打ち出した。また、現在、ウクライナ戦争のおかげで、軍需産業が急成長しているトルコは、もともと、F-35 ライトニング 2A 型を、100機以上の購入の計画を打ち出し、機体の部品製造まで手掛けていたが、ロシアから、S-400 地対空ミサイルを取得してしまったことで、アメリカから A 型の購入計画を凍結させられている。アメリカとロシア両国から兵器を購入しようとしたが、2018年にトルコは制裁を受けている。また、2008年からトルコの首都アンカラにあるトルコ航空宇宙産業工場で、自国分を含む F-35 ライトニング2の機体の部品製造を行っていた。しかし、2019年7月に、トルコが、アメリカの意図反する、ロシアから、S-400 地対空ミサイルの導入を強行したために、F-35 ライトニング2の引き渡しが中止されるとともに、部品製造分野からも除外された。翻ってみると、トルコ航空宇宙産業工場が製造していた F-35 用部品は、総数で900以上もあったため、この国への制裁が F-35 の世界的生産ラインへ大きな影響を与えるとして、当初アメリカ国内でも反対意見が上がっていたことは言うまでもない。それでも最終的にはアメリカとしてトルコの行動は絶対に容認できないことであると判断し、ロシア製兵器調達を強行した事実への制裁が実行され、自国の面向を優先した結果と言ってもいいだろう。これらの制裁はトルコだけでなく、昔からロシアとの軍事的なつながりが深く、多くの兵器を調達しているインドやイスラエルなどの国々は、今までも米ロどちらかという二択から外れようとする動きも見せており、軍事に関するアメリカ優位体制は今や一部では揺らぎつつあるという話で、そこへどさくさに紛れて台頭してきたのが中国であることは紛れもない事実でしょう。このような F-35 戦闘機をめぐる不確定な動きはまだあり、産油国として日本ともつながりの深いアラブ首長国連邦も
2017年頃 F-35 の導入を希望していることが、公になっていたが、その行方が、どんな結果になるのか、世間でも注目されていた。結局のところ、意外にも、アラブ首長国連邦が、長年敵対してきた、イスラエルと国交を結んだことで、決着しており、しかも、アメリカが、後ろ盾の国についていて、つながりも強固であり、対パレスチナでも、米国製武器が、多く使用されていた。イスラエルとの関係が改善されたことが、功を成して、連鎖的に、アメリカとの関係が改善されることになり、アラブ首長国連邦は、2021年1月、F-35 ライトニング2A 型50機購入契約を正式に結ぶ運びとなった。アラブ首長国連邦が、新式 F-35 の採用国の仲間入りをしたわけだが、この契約は、前トランプ政権が取り交わしたものであり、その後のバイデン政権は、当国が、リビアやイエメンに、爆撃を行ったことを理由に、話が保留となり、契約の中断が発表されている。このアラブ首長国連邦と、同時用に F-35 ライトニングに調達を希望しているものの、アメリカ側が供給してくれない、国として台湾があるわけだが、これまでは、様々な点で優遇していたのに、F-35 に関しては別問題という話で止まっている。そして、台湾は、代替案である F-16 ファイティングファルコン最新型 V 型を供給されることになったが、要するに、これで手を打ってくれという話で、アメリカが、この国に F-35 を供給しないのは、バイデン政権が、中国を懸念していることが伺える。一方で、日本領である尖閣諸島沖に、たびたび出没する中国海峡局の公船が、民間漁船を威嚇したり、違法操業などをしたり目に余る行動をとっており、遺憾である。これらを、台湾に対しても同じ、ことをやっており、幾度となく領空侵犯を行ったり、台湾海峡で、軍艦の G 行動を見せつけたりと、こういった同民族、同一国だからという中国の、一方的な主張は、いつか自国を滅ぼしかねないとも感じている。そのような自分勝手な言い分を貫き通そうとする中国が、ウクライナ戦争の主犯格ロシアに乗じて侵攻するかもしれないという台湾有事の可能性が、現実的に感じられる昨今であるが、表面上は、中国との対立姿勢を崩さないように見せているバイデン政権も、今は中国を刺激するのは、絵ではないと、判断していると言ってよいだろう。いつ起きてもおかしくない台湾有事は、現実的には、中国軍が、アメリカに守られた台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦闘能力がないという指摘も多いようだが、台湾の置かれた、立場と危機感を考慮すれば、兵器の質的優位性を確保したいと、希求するのは、当然のことである。しかしながら、F-35 ライトニング2を台湾に供給することをアメリカが許可してしまえば、いよいよ、中国の軍事力が、抑制不可能につながることにもなりかねないため、そうなると、日本としては、素直には歓迎できない非常に危険な事態となる、ことも想定しなければならない。つまり、アメリカや日本が台湾に肩入れしすぎると、今もなお続く、ロシアとウクライナの戦争のように、大中戦争を引き起こすことも、十分にあり得る話なのだ。